はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハセシンです。ということで、今回もやっていきましょうか。コールオブデューティーモダンウォーフェア。ハセシンチャンネル、まだチャンネル登録できてない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、本日、コールオブデューティーモダンウォーフェアにアップデートが入りましてですね、皆さん、なんとですよ、この武器、そう、強かったショットガン、725、またまた弱体化されました。まあ、強かったからね、このショットガンは。もうその距離ワンショットワンキルしてくるみたいな、結構な距離をねワンショットワンキルすることができるショットガンやったと思うんですけども、まあ今回弱体化されたということで、どのようにね弱体化されたかってところなんですけども、早速本題に入っていきましょうよ。まずこの725本体のベースのダメージ範囲が減少されましたと。そしてアタッチメントをつけたらですね、ダメージの範囲が上がってたんですけども、そのアタッチメントをつけた時のダメージの範囲も減ったということで、でさらにですね、腰打ちの範囲がより広がるようになったんかな。だから腰打ちがより拡散するようになったって感じの捉え方でもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ腰打ちの弱体化っすね。で腰打ちの時のねダメージの範囲も減ったよって感じっすね。まあ結構弱体化されたんじゃないかなと思うんですけども、でね、まあ今回は弱体化された725をねカスタムゲームで使ってみようかなと思うんですけども、まあほんと強かったよなこの武器は。最初のコールオブデューティモダンオフェア発売当初の725は本当にとんでもなく強かったっすよね。結構倒されましたからね、僕も。ということで、まずはですね、まあとりあえず一回ねちょっとカスタムゲームで使ってみたいと思いますので、スラグ弾はまあちょっといいかな。まあダッシュ後のエイム速度とか上げてみたりして、ハンド制御とかは特にいらないのかな。どういうアタッチメント構成が強いのかはちょっとよく分かってないんだが、まあこの辺結構いいんじゃないので、あと一つつけれるから、まあ一応反動制御エイム速度上がる、まあコアグリップつけとくか。このアタッチメント構成でちょっとね使ってみたいと思います。一応スカベンジャーにしといて、フィールドアップグレートで一応ミュージションボックス、まあ、プロ化しとくか。ほんで、ちょっとね、一回カスタムゲームやりまーす。とりあえずは普通に使ってみたいと思います。どのぐらいの距離届くかやな。当たってるね。今の距離当たり判定出てましたね。当たってるね。この距離一応届きはするんやね。当たってる当たってる。届きはするけど、ダメージが落ちてるから、倒しきれないといった感じでしょうかね。おほほほ。届くね。このぐらいの距離はどう？このぐらいの距離は2発必要と。なるほど。ちょっとね次はこんな感じのガンスミスにしてみました。レーザーのねこの 5mmW レーザーをつけて、ちょっと腰打ちをねちょっと確かめてみたいなということでですね、ちょっとデッドサイレンス使って移動速度上げていきましょうか。腰打ちはよりね拡散するようになって、まあねダメージも変わったという感じなんで、おお、なるほど。今の2発当てたけど倒しきれなかったね。俺のエイムが悪かったか。さあどうでしょうか、どうでしょうか。腰打ち結構変わってるんじゃないこれ。そんな感じはするんですけども、う今のは敵にダメージ与えられてたかな。さあどうだどうだ。この距離やったら2発当てたら倒せると。でもワンショットワンキル、この距離はワンショットワンキルできるね。この距離でももしかしたら2発必要かもしれませんが、どうだ、もうちょっと使ってみようか。この距離はワンショットワンキル、ヘッドショットにも入ったらかなりダメージ判定も変わってくるのかな。この距離はワンショットワンキルできる。この距離はちょっとずれてたか。でも2発あればもちろん確実に倒せる距離感と。ふん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 。まあ以前のね725の射程距離がね異常やっただけやと思うんですけども、ちょっと構えてみたいと思います。構えたらやっぱり全然違うね。うん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 、なんとなく分かってきたぞ。新しい今のエイムちょっとひどくないか、大丈夫でしょうか。この距離は腰打ち、この距離も一応当たるっちゃ当たるけど、ワンショットワンキルすることは結構難しそう。うんうんうん、腰打ち振り返って腰打ちリロードしといて腰打ち、さらにセンター方面行っときながらデッドサイレンス使いながら距離を詰めて、距離を詰めて腰打ち、
リロードしといて前方に敵来るよね。腰打ち腰打ち、リロードしといてこの距離だったら腰打ち腰打ちで2発で倒せて、さらに近距離は腰打ちで対応できる。この距離は構えてリロード素早くしといて、なあデッドサイレンスレディ。腰打ちのヘッシュ来たよな。腰打ち腰打ち当たってるね、当たってるわ届いてたわ。真ん中ど真ん中に敵を入れたら照準の、いやちょっと待って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 、でも一応届いてたっぽいよな、当たり判定出とったもんな。ってことは腰打ちも当たってるわダメージ判定落ちてると思うけど、ダメージのね範囲は下がってるんで威力もね落ちてるとは思うんですけど、当たるね、当たるわ。みんな腰打ちも一応届きはするわ、届きはするけどやっぱと倒しきれへんって感じやな。なるほどね、構えたらそれなりにまあショットガンでの中距離というんですか、まあ結構な距離はワンショットワンキルすることができるかなとは思うんですけども、この距離今2発撃っても倒せなかったか。なるほど、どうだこの距離は倒せるよね。で後ろからリスポーンしてきた敵構えて、腰打ちだったら今の距離も結構厳しいんじゃないかなと思うんですけども、撃ってみましょうか。こっち来たかこっち来たか、この距離はこの距離どう、ちょっと照準ずれてるかな、待てよ、この距離はこの距離もちょっと厳しいぐらいかもしれませんね。けど構えたらもちろん倒せると。ちょっとねこの弾薬のスラグ弾725もね使ってみようと思います。ちなみにこんな感じっすね、パラメーター的には射程距離が伸びるということで、さあさあさあベースの威力とかが下がってるって感じなので、威力ってかまあダメージか、だからまあ倒しにくくはなってると思うんだよな。この距離は届かないか、さすがにこの距離は腰1でも倒せる、この距離も当たりはするけど倒せない。だからまああれだな、今までの距離で戦えてた7人号で戦えてた距離でもまあ大体2発ぐらいは必要になってくるんじゃないかなって感じだな。まあでもバランスはかなり整うんじゃないか。725にねやられる場面も以前と比べたら少なくはなるんじゃないかなっていう感じはしますよね。えい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 、なるほど、おいおい当たってるね。今の距離ヘッショワンショットワンキルできたね。スラグ弾をつけてるからだとは思うんですけども、どうなんでしょうか。届くな、届くというから倒せるんだよな。スラグ弾の効果だとは思うんだけども、ついてるよな、ついてるわ。スラグ弾つけてなかったら多分あの距離ワンショットワンキャラできないと思うんですけども、スラグ弾すごいね。スラグ弾を取り外してみました。スラグ弾を取り外した状態でショットガンでいう遠距離でワンショットワンキルすることができるのか、最後に最終確認していきたいと思います。まあスラグ弾がないとやっぱりショットガンでいう遠距離でワンショットワンキルすることは結構厳しいかなとは思いますね。2発当てたけど倒せない、3発必要よよ、2発当てたけど倒せないよ、3発11発目も当たってなかったよ、この距離は倒せた、ダメージ与えられてたかな他の敵に、この距離は当たりはする、2発は耐える。なるほどね、あのぐらいの距離だったら大体3発くらい必要っすね。最後にもう一度ねスラグ弾を装備した状態で戦ってみたいと思います。せっかくなんでね、えいえい、すごいな、えいえい、おいおい、スラグ弾すげえな、なるほどねこんな感じっすね725の現状は。ということで今回のこの動画少しでも参考になったよと思っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。